19代目当主となられました徳川家広さんです。やっぱり徳川家は裕福なんですか？はい、それは家によります。家による、あ、格言みたいなものってないですか？はい、いや、ないです。あの将軍の格言を私がそらんじてたらそれは変です。どこまでが国のもので、どこまでが徳川家のもので、うん、管理も含めてどうなってるんですか？いや、うちにあるものは全部うちのものです。徳川幕府が鎖国をしたっていう？鎖国はしてません。人の行き来は閉ざしましたけれども、あの情報はたくさん取っていましたし、貿易もたくさんしてました。ごめんなさい、好きな将軍って誰ですか？はい、いや、みんな好きなんですよ。それはね、みんな好きなんですよ。みんな同じぐらい辛かった。今 あの松潤さんと同じぐらい辛かった。昨日都内で行われたイベント、その名も将軍殿様サミット。江戸時代に活躍した偉人たちの子孫が現代でどんな生活を送っているのかなどが明かされました。そこには今年注目されるあの人の一族が。今年はあの大河ドラマが徳川家康公ということでですね、あの私もよくわからないような、あの渦に巻き込まれたような日々を過ごさざるを得ないわけでございます。そう、この方、徳川家康の末裔、徳川家広さん。今年1月に父から家督を継ぎ、徳川宗家の第19代当主となりました。初代家康から400年脈々とつながる徳川家、名家とあってその家系図は壮観です。あなたも自分の先祖が気になりませんか？実は今こうした家系図を一般人でも作れるサービスが。ご先祖様が海軍の軍人さんだったということで、まあ、どういうところに任期に赴いたのかとか、まあ、どういう隊に属していたのかとか、あのそういうことが書かれた、まあ、履歴書のようなものになっています。こちらの果樹株式会社は、単なる血縁関係だけではなく、先祖の職業や功績など人柄が分かる情報もまとめて提供してくれます。今家族化でこう離れて暮らすことが当たり前になってきて、しかも、まあ、コロナもありましたけど、家族葬とか家族婚とか、あの小規模化していって、それを家系図を作ることで家族の絆をこう見えるようにできるっていう意味では、作る意味があるのかなというふうに思いますね。家を継ぐこと、そして自分のルーツを知ることの意味とは。今日は徳川家康の末裔家広さんに、名家の当主たちが家系を守る意義について伺います。それではゲストをご紹介いたします。今年1月1日元日に徳川宗家の19代目当主となられました徳川家広さんです。徳川さん、どうぞよろしくお願いします。徳川さんというか家広さんというと、まあ、家広さんの家広さんの方がね、なんか、はい、そう紛らわしい。ありがとうございます。はい、山崎さんね、あの歴史大好き、歴史上でいらっしゃいますから、要所要所でぜひご解説。淳、はい、さんも相当詳しいので、うん、いや、もうこのラインでもどんどん進めていっていただいて、私も興味津々で、はい、聞きたいこと聞いてください。はい、改めてですけれども、あの19代当主継承おめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いします。はい、60年ぶりの当主の交代ということですけれども、はい、いろいろ準備とか大変だったりしたんです。どういう感じだったんですか？私もですね、6カ所、国内回りまして、ご先祖様に報告と、はい、で、あの全く慣れないモーニングというものを着ていたので、大変でございました。ああ、そうですね。でも、あの準備をしてくれた私の友人たちはもっと大変でしたと。はい、もともと自分が継ぐであろうという思いでこうここまで来られていたのか、このあたりか、まあ、息子は私だけで、はい、でしたので、まあ、自分がそうなるんだろうというふうに思っていたのですが、うん、でも今の民法の下でのことですので、まさかこんなことになるとは、はい、一昨年ぐらいまで思っておりませんでした。あ、そうですか。はい、うん、どんな暮らしをしているのか、さっきのシンポジウムでもありましたけども、はい、普段どういう暮らしをされてるんですか？あ、もう普通だと思いますよ。はい、イベントとかがあるときに、そうです、そうです、お話をされたりと、はい、何かしなきゃいけないこととか何かあるんですか？それはですね、まあ、まあ、後を継いだということで、今はなるべく法事法要には出るようにしております。はい、そうすると、歴代将軍、うん、それから16代17代、はい、まあ、18代が父ですから、まだ存命というわけ で、でその奥方というのもたまに入ってきてですね、うんうん、なので、法事だけでなんか 2,30 回になってしまうんですね。はい、
法事だけで 2,30 回年間年間、はい、そうなんです年間、はい、でただこれはあの今私が後を継いだばかりということでちゃんとやっていきましょうと、うん、であの2015年、からですねあの日光東照宮と久能山東照宮、4月17日が久能山5月17日が日光でその大祭っていうのがあるんですね、うんはい、家康公のご命日が4月17日ですがそこであの遺憾即退というのを来てですね、であの私はより白になって、まあ、祭祀ですかね、ということで、行っておりますと、はあ、なるほど、はいまあ、とにかく400年、はい、19代にわたって脈々と広がりを見せながら家計が続いてきたと思うんですけど、はいはい、どこら辺までこうカバーしてっていうことはどんな今状況 その分家とかも含めてっていうことになるんですけど、どう考えたら一応ですね徳川松平の会っていうのがあります。これは年に1回集まります。まもなく4月の第1週ぐらいにあると思うんですけど、はい、すげえ、はい、徳川松平の会、はい、とは言わないですけれども、はい、葵が交わるとい、はい、いうふうな感じですね。すげえ、何人ぐらいいらっしゃるんですか。大体60人ぐらい。60人、はい、で和気あいあいと。和気あいあいと、はい、何をなさるんですか。はい、そういやそうなんです。だからあの皆さん家広さんの統制下に入るんですよ。何の話ですかそれはという感じ、うん、聞かれましたね。指揮系統はないです、そんなものは。別にないんですね。ただの親戚付き合いですよ。へー、はい、家訓みたいなものってないんですか。で、はい、いやないです。あの将軍の家訓を私がそらんじてたらそれは変です。なるほど。でも挨拶、その徳川家と松平家が60人集まった時の挨拶は家広さんがやっぱなさるんですか。いや、その時の幹事だったと思いますよ。あのコロナで3年間間が空いてるので、はい、覚えてませんよく。へえ、なるほどね。はい、いや、あの全て普通です。はい、今やね、あの紀州徳川家ではね、はい、あの女性の当主も登場してということですけども、はい、どうですかこう、まあ、家を継ぐことみたいなことが大きなテーマとしてあるんですけど、はい、今その、まあ、家みたいなことを考えると、はい、まさに先ほども取り上げてきたんですけど、多様性みたいな時代の中で家族のありようとか、うん、まさに結婚もそうですし出産もそうですけど、かなりこう多様化してきて様々なんですけど、そういうものっていうのはどんなふうにこう、イエルさんは受け止めてらっしゃるんですか。いや、これですね、もう今の日本人としてはそういった大体の問題は今の憲法からしか始められないと思うんですよ、議論、はい、で私やっぱり幸福追求権というのは一番大事だというふうに思っております。うん、それと、まあ、最近両性の結婚に基づきっていうのが同性婚の絡みでよく出てくるんですが、これも憲法制定された当時は、大体結婚は親が決めるみたいなのが一般的でしたので、はい、これ本当は両人の意味、両人の同意に基づきだったと思うんですよね。うん、それはもう時代が変わってしまったので、じゃあそれを変えるべきかと、それはなくてもう幸福追求権中心にいきましょうと、でそうするとどんな形もありだと、はい、好きな人と一緒にいたいですということに尽きるんじゃないかと思いますね。宇佐美さん、何か教えてどうぞ。いや、なんかいや、すごいまともなことをおっしゃってると思うんですけど、ちょっともうなんか若干失望があって、もうなんか私は私なりに勝手に武家諸法度を作ってますみたいな、そういうなんか独自ルールみたいなのを作って独自の幕府でも作るんですか。なんかもう我々は徳川家はまだ世の中日本を制覇してるつもりですから、うん、はい、勝手に21世紀の憲法を作りましたみたいな、はい、そういうこうなんか、そういうのを期待してしまうんですけど、まあ、私も小学生ではないのでさすがにそれはもう僕の憲法とかですね、やっぱり一人になってやってるわけではないのです。ご自身、はい、ベトナムの奥様とご結婚されて、はい、そのまあ、家を守っていくことと国際化みたいなこととか、はい、どんなふうにこうご自身の中でお考えなのかみたいなことって、これですね、結構家を守るみたいな感覚って、うん、世界的だと思いますよ。はい、で、あ、なるほど。そう、家っていうと、うん、これ戦前のガチガチの家制度、はい、さっきも家督という、うんうん、でも家督も当主も今は法律的にはない言葉ですよね。はい、なるほど。はい、でこれ何かというとですね、うん、例えば親御さんが亡くなったら悲しいですよね、はい、と、で思い出したいですよね、じゃあおじいさんどうですか、でもおじいさんの前も気になりますよね、うん、まあ、うちは余裕があるのでずっと先まで遡ることができるという、うん、なるほど、それだけだと思っております。じゃあたまたま徳川幕府が鎖国をしたっていうだけで。いや、鎖国はしてません。そう、人の行き来は閉ざしましたけれども、あ、情報はたくさん取っていましたし貿易もたくさんしていました。ごめんなさい、徳川家としては鎖国と言わないってことでよろしいですか。まあ、今学会の崇正としては、ね、あ、そうですか、交流があったっていう、そういうことなんですか。なってますね、確かに。なるほど、失礼いたしました。山崎さん、いかがですか。いや、19代当主と以前取材を別の番組でさせていただいて、その時にこう文化財の管理も職務の一つだとおっしゃっていて、おびただしい数の、はい、
文化財を管理なさってたんですけど、主に職務としてはそれが今メイン。まあ、結果としてそうなってしまいました。はい、なんかすごいものとかあるんですか。はい、それは秘密です。いや、それはないです。埋蔵金庫が、そうですね、最近発見されたものというのがございまして、でそれが、ですね、日米修好通商条約以下、5つの列強と調印した条約の成分に押した。すごいですね。どこまでが国のもので、どこまでが徳川家のもので、管理も含めてどうなってるんですか。いや、うちにあるものは全部うちのものです。でうちにあると大変なので、徳川記念財団というのを父が作りまして、うん、まあ、今、あらかた財団に入れたところですね。歴史資料ですよね。はい、そうです。でもうちのものですって。 どちらかといえば、そのものすごい、はい、その歴史的なものを徳川家だけの負担でやっていくっていうよりも、はい、そこにこう国というか、まあ行政が関わって歴史的な宝を守るっていう風な、そのシフトチェンジもあると思うんですけど、僕犬山城が大好きで、成瀬淳子さんって方が今当主でいらっしゃいますけど、市が見る犬山城と本人成瀬家が見る犬山城ってまたちょっと分けてると思うんですけども、徳川家はそういう風にはしていかないんですか。文化財保護のための予算、国の予算というのは微々たるものでございますので、うん、はい、なかなかうちまでは回ってこない。ですので自力で守っていかなくてはいけない、はい、いうことです。そもそもやっぱり徳川家は裕福なんですか、総じて。まあ、ないですね。はい、そうでもない、それは家によります。家による。あと文化財もですね、はい、うちは明治維新の後で静岡に移りまして、でその時お世話になりましたということで、だって半分ぐらい家宝を久能山東照宮と、うん、はい、いうところに寄付するんですね。でその後大正時代に放火にあってるんですよ。でこれはその時の16代の当主が日英同盟の破棄、はい、ということに貢献したということでですね、海軍関係者か何かに睨まれて、で家に狙われちゃったと。はい、まあ、あと戦時中にまた空襲に遭いましてと、うん、でそれを経てあれだけあったんですよ。まあ、ちょっとその継承されたばかりのタイミングでこれ伺うのもなんですけど、はいはい、20代目についてどうこう、ね、ご自身の中でどうお考えなのかというのはこう、まあまだ子供がいないので多分できないと思うんですけれども、何とかしたいと思っているのですが、実はですね、そのさっきのちょっと出てきた儀式が1月29日ですから、まだ1ヶ月ちょっと前でですね、やっとそれが終わったということで、先を考える余裕がないのです。はい、まあ、それで今は明確な答えがない状態ですね。はい、コメントがありまして、同性婚は認めても薩摩と長州との婚姻は認めないとかありますかっていう。いや、私の母は鹿児島系なんですよ。はい、で私のひいおばあさんも鹿児島県、はい、です、はい、そうですか。そうなのです。その幕府時代の、ね、その幕末のしこりみたいなものっていうのはもう今完全にないですか。いや、全くないですね。いや、それはですね、いや、私は木戸さんとも仲いいんですけれども、木戸さんね、木戸仲良し、はい、そうです、木戸家とも、はい、で大名はみんな仲いいんですよ、うん、でこいつは許せないっていうのは江戸時代の最初に潰してあるわけですね。なるほど、はい、そうです、そうですね、そうなんです。でペリー艦隊が来た後で、うんうん、真っ先にですね、江戸にこう家老を派遣して、はい、もうこの南極一緒に乗り切りましょうと言ってくれたのは毛利さんなんですよ。はあ、じゃあ長州藩ですね。こういうまともなことをしたのはですね、長い歌の神さんだったと思うんですけど、殺されてしまいますね。はい、すげえ重みある、面白いな、毛利家の捉え方。続いてますね。一番重要なのが五代将軍の綱吉公なんです。なぜかというとですね、貿易赤字になりました。で金銀が、金銀ってが貨幣であり、国際貨幣であり流出するんですね。国内の通貨が足りなくなって景気が悪くなってという時に、小判の中の金の含有量を減らすという大英断を、別に本人の着想ではないんですけど、認めておりますと。でこれ生類憐れみの霊とかではなくて、こっちの方が全然大事だと思いまして、でこれですね、生類憐れみの霊は多分江戸幕府ができた時から大体決まってたと思うんですよ。江戸が一回りして、ですから60年経ってまだ徳川の天下だったら、もう慈悲を隅々にまで及ぼすべしとか秘密の遺言があったので、思
います。すごいな、まあ、もう最後はそういうアニマルセラピーみたいなところまで視野に入れて、うん、で平和なあの文化を作っていこうなんてことを考えていたのではない。でも金銀が枯渇するっていうのは全く想定外なんですよね、うんうん、なるほど。すごく徳川家の歴史を近いところで見られると思うんですけど、はい、なんか間違って伝えられてることとかありますか。もう山のように、山のように、さっきの鎖国みたいなこともそういうことですか。そうですね、うん、これはですね、まあ、私の最近の考えですと、第二次大戦が終わった時にですね、まあ、国土焼け野原になっていて、で、まあ、もっと言いますとね、国土がですね、明治維新の時よりどうも狭くなってるんですね、うん、実効支配してるのが。だって小笠原諸島とか、あれ幕府の小笠原老中が測量して日本の領土にしたから小笠原諸島がアメリカ軍に占領されてますというような状態ですと、はい、そうした中でやはり戦争責任の問題、誰がこんなバカな戦争を始めたのよという問題があってですね、でその時に和辻哲郎さんという哲学者が、鎖国日本の悲劇というのを本を出しまして、で一番最初にこの度このような始末に手たらくになったのは鎖国をした結果として日本人から合理的な科学的な思考力が生まれたからですと言って、要するに徳川さんのせいですということを言って、ただこれはその時治めるための方便ではあったら、はい、和辻さんも多分それは分かって書いてるんだろうなというふうに思っております。ですごい聞きたいこと、やばいな。でそれで鎖国という言葉がものすごく大事なんです。そでこれ戦争責任と絡まってます、そうですね、おっしゃる通り。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。